あ、いいのある。これはいいぞ。どこ行きます？バーガー屋買い物行かない？そういえば。バーガー屋行きますか、じゃあ。いやー、でもね、もうこの町にとっては今ぐらいのもう大事件ですよ。平和な町を守ってますか？もう平和じゃないのよ。今日から警察2人知りました。なんで？初めて発砲したよ、俺この町で。チェイスで止められた車が発砲してきて。もしもし、ラナです。あ、そうです。ペットショップの前のガレージにバイクを止めていた方が、バイク出したらもうオイル漏れしちゃって、これって出張修理とかってできるんですか？一回見に行く。そうです。お願いします。ちょっと7094に出張修理してくるわ。あれなんか、それいいんですけど、車違うよ。学習したな、おい。学習してるよ。なんだよ。これは開いてんな。それ今乗ってる。それ開いてるだろ。降りないと撃つぞ。乗っただけで撃つの？うちのいとこどうなってんだよ。よっこん。はい。ちょっとペットショップ。ペットショップいいんだけどさ、この車両は本当に自分たちの。え？車両自分たちだよね。うん。ペットショップ行きます？お前開けてんじゃねえ。ちょっと急いで出張修理。降りろって。おい、ペットショップ行きますか。あれ乗ってないと、どさくさに紛れて乗ってんだよ。じゃあ所長が乗っていいって言ったら何してんすか。いけおから、所長が乗っていいって言うから。行ってねえよ。修理行きましょう、出張修理。一旦ちょっとお客さんとこ行かして。そう、お客さんは行かない。じゃあ、パイラ何様だよ。警察車両が窃盗されてて、所長乗ってんだから窃盗じゃないでしょ。窃盗じゃないっすよ。それは誤解ですよ。だから今返すから5秒ぐらい待って。行かなきゃいけないだけなんで。仕事行きたいだけなんで。仕事行きたいだけだったら自分らの車で行けよ。だってここに車があるから。駐車場そこにいるじゃん。あ、お待たせしました。ありがとうございます。出張修理しちゃっていいの？10万ですけど。大丈夫です。ありがとうございます。お世話助かります。どうございます。お支払いいたしました。ありがとうございます。すいません、ね、こっちも立て込んでるんです。すいません、ね、一旦逮捕。出てきた瞬間借りただけです。借りちゃダメなのに借りちゃってる。だって所長同意のもとでしょ。後ろ乗ってたんだから。じゃあ俺許可出してないよね。え、行こう ゴーって言ってたじゃん。言ってないね。ダメだよって言ったよね。いやだって困ったお客さんこの町にいるんだったら助けてあげるのが市民と警察の務めでしょ。それはそう。そして俺は車なかったんだから、来た車あったやん。来た車だってなんかナンバー紹介するとかめんどくさいこと言い出すから。さっさと行けばよかったのに。それよりめんどくさいことにしたのよ、あなたたちが。ちょっと待って、一旦俺はパクってないけどな、うん、まあでもそこに乗って逃げたら同罪よ。乗ったら走り出したってことですよね。これが見えるか。なぜからあれ見えちゃってるんだね。そう、取ったのもう一人の緑色の方でしょ。じゃあもう一人にかぶせればいい。そう、あ、分かった。もうこの自主状況であなた一人に罪をかぶせようとしてますけど、相方さん。だって俺盗んでないし。ほら一人で背負える。そもそも所長乗ってたんだからさ、もはやドライブでしょ。ちげえよ。ドライブだよ。安くしてやるからここで返せ。じゃあ解放してやるか。バカかよお前ら。20万の10分なんだからな。本当に。え、オーミン車両セット20万の10分だよ。それは違うじゃん。だってだからもうそれもやめてやるから。じゃあ解放してやる。なん行きたいんか。お前プリス行きたいんか。強すぎ。もう本当にやめてくれ。じゃあ10万にしてやるよ。じゃあ俺ら5万ずつで手打ってやるよ。あー、それならいいかもね。手打ってやるよってなんだよ。俺に言ってんのか、それよく言ってんのか、どっちに言ってんの。前打ってやるよって切られた。もう終わるからちょっとだけ待って。早く終わらそうとしないで。めちゃくちゃ無線で来るんだって。忙しい。めちゃめちゃ繁盛してるじゃん。ハゲの緑のやつが暴れてんだよ。あー、なるほどね。なんか俺にも来た。5万でいいって言ったじゃねえかよ。このタクシー使うのに5万もかかるみたいですね。高タクシーじゃねえよバカ。